こんにちは、チーフのりょうです。3月28日、本日のフロンティア TV を始めます。今日は神田うのさんなどの誕生日ですね。今日誕生日という方、おめでとうございます。本日も新着物件とお会いできますので、そちらをご紹介させていただきます。はい、本日はキャンセル物件も1件入ってますね。中曽根 2DK 5万5000円。新着物件は富士吉田市上吉田 2DK 3ハイツ肌。はい、こちらの空き予定が出ましたね。5万円。はい、こちらの 2DK 物件、201号室の空きが出まして、まあ、ワンフロアにですね、1、2しかないので、どこも角部屋になりますね。こちら1階が駐車場になってますので、足音がうるさいというクレームは下からはないですね。はい、2DK 物件ですけれども、はい、こちら和室に入ってくる時にはですね、こう洋室を取っていかなければなりませんので、こちらの洋室がちょっと独立しているわけではない。ちょっと廊下っぽい使い方になるかもしれないですよね。はい、こちらの物件は、富士見バイパスと昭和通りの間にございますので、生活等は非常に便利ですね。ただ、向きがですね、南東向きですので、午後の日当たりは期待はできないですね。午前中は、南向きよりも日が入ります。はい、こちら、現在、満室の中見えませんので、動画や写真等参考にしていただければと思います。4月の中旬から入居可能なお部屋になっていますので、気になった方はチェックしていただければと思います。はい、今日ご紹介させていただいた物件はこちら、その動画をこちらクリックで見ることができますので、気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。